俳優の森崎ウィン、33、が9月27日にスタートするフジテレビ系ドラマ、パリピ孔明、水曜後10:00、初回15分拡大、にインディーズバンドのボーカル、リョウ、役で出演することが分かった。また、森崎以外の、ジェジャケット、のバンドメンバーはオーディションで選ばれ、ドラム担当のマサ、役に俳優、高尾祐希、28、キーボード担当のタク、役に俳優、松信智明、31、が抜擢された。本作は、中国三国時代の名軍師。諸葛孔明、向井理が現代の渋谷に若かりし姿で転生し、歌手を目指す一人の少女、月見英子、上白石萌歌のために、魔法のような作戦を考えては、彼女の前に立ちはだかる壁を軍師のごとく切り崩し、成功に導いていくサクセスストーリー。原作は、累計発行部数160万部突破の、ヤングマガジン、講談社、で現在も連載中の大人気の同名コミック。森崎が演じるのは3人組のインディーズバンド、ジェットジャケット。ジェットジャケットのギターボーカル、リョウ、ジェットジャケットは、リョウの持ち前のハイトーンボイスを活かした楽曲、MID デイが、インディーズながら動画サイトで500万回再生を記録し、一躍人気バンドの仲間入りとなる。リョウ自身は責任感が強く、負けず嫌いで特に音楽に対して熱い男だ。後々、英子とはアートフェスライブで対バンすることになるが、